おはようございます、バレーヒルズソルトスタッフ小西です。本日は三重県志摩市の、タートルガイドサービスさんへやってきてます。こちらの船あの バレーヒルプロスタッフの、西田健一さんという方がやられている船で、本日は志摩市のスーパーライトジギング、の五目釣りにチャレンジしたいと思います。で、まあ、私一人ですとちょっと不安ですので、強力なサポートを用意しています。おはようございます。おはようございます。マリーの大西です。よろしくお願いします。小西さん、今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、まあ、スーパーライトジギングですね。まあ、これから本格的に魚も釣れてくると思いますので、まあ、今日撮影の日はまだ8時ですけどね、頑張っていろんな魚釣っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、来た。来た来た。お、ほら、なんか来てくれましたよ。お、なんか来ました。お、なんか来ましたよ。お、ダブルヒットです。よっしゃ、釣れました。この時間帯の当たりはちょっと嬉しいですね。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー海上釣り堀さだまるでは、おいしい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。カラバル最高。はい、出船から、まあ、2、30分ポイントに到着しました。で、まあ、今日使っているタックルなんですけども、まず竿は、まあ、ブルービスタっていうバレーヒルから出てるモデルで、まあ、BVS63L っていうモデルを今使ってます。で、まあ、ジグには、ブルービーク、まあ、こちらタングステンモデルと鉛モデルあるんですけど、ちょっと朝一は鉛モデルで、まあ、タングステンよりもちょっとシルエットが大きいんで、まあ、波動も強くて、まあ、広範囲にアピールできるかなっていうところで、ちょっと鉛からやってみたいと思います。ポールなんかも、まあ、こう落とすときはしっかりこう底を感じ取れるようにラインをこうサミングっていうんですけど、スプールを手で押さえてちょっとラインを手に当てながらパラパラパラと出していきます。で、着底したらすぐしゃくると。おい、これが底が感じれてないとすぐ寝かかったりするんで、サミングをしながらしっかりとボトムを取っていきます。で、基本的な誘い方なんですけども、まあ、いくつかありまして、今やってるのは、まあ、こうハーフピッチジャークって言われるもので、リール半回転に対して1回しゃくる誘い方と、あとは、まあ、ワンピッチジャークっていうハンドル1回転に対してこう1回しゃくる、細かく細かく動かしてしゃくってあげた方が当たるときと、ジグをこうある程度動かして飛ばしてあげてた方が食うときとっていうのがあるんで、まあ、それは見ながら、その現場の様子を見ながらっていう感じになりますね。お、今なんかあった。あ、あった。あ、なんか来たわ。こんなむちゃくちゃ効くような感じではないですね。海が、あ、見えてきた。お、赤旗ですね。まあ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 、十分な。水なんじゃないですかね。え、そうっすか。なんでしょう。ええ、そうでしたね。一個に当たりなくて、タングステンの方ばっかり当たってるんで、ちょっと変えて、あとカラーもイワシの方に変えてみます。全然当たらんな、マジ。まあ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 ね、なかなか当たらない時間帯っていうのもあるから、そこはこう集中して我慢して、何がきっかけで食ってくれるか分かんない。起きた、来た来た。お、ほら、なんか切ったじゃん。あ、これはなんか、お、中層ですか。いや、ベタ底でした。お、はい、
赤旗です。なんか来ましたよ。お、ダブルヒットです。お、赤旗ですね。ほら今、まあ、ずっとネチネチそこの方を狙ってたら、まあ、本当に 2,3 しゃくり目ぐらいで僕は当たってきましたね。それで私の方もね、小西がかけて、これちょっとそこの方を意識してたら同じ魚ね、来てくれた、うん、こうちょっとね、魚固まってるところにちょっとジグがね、入ってくれたんだと思いますね。はい、命に感謝してリリースです。なんか出た。私使ってるのは、ブルービスターですね。小西と一緒ですけれども、私の方は BVS の 63ML っていう、小西よりは1番手パワーのあることを使ってます。まあこれももうそこ付近でしたね。カサゴ、そこ付近です。カサゴ来てくれましたね。お、なんか来ました。お、来ましたね。カサゴかな。お、あ、カサゴでした。お、え、カサゴ、これカサゴやろ。え、え、違う、これ鬼横で、何ですか。 あ、鬼系やな。あ、それ触ったらやばいやつなんで、必ず、まあ、フィッシュグリップこう挟むやつとかね、使って直接、はい、絶対手では触らないでくださいね。はい、今日使ってるタックルなんですけども、ロッドの方がブルービスタっていうシリーズになります。でこちらの方3機種全3機種ございまして、で、全て6フィート3インチっていう長さになってまして、でその中で番手が L、LS、ML という3機種になります。で今日僕が使ってたのはこちらの L っていうモデルになりまして、まあ比較的柔らかいモデルにはなるんですけども、あのスーパーライトチギング比較的もう結構胴まで曲がるっていうロッドが多い中、これはどちらかというと掛け調子になるので、まあ、しっかり当たった魚をかけれるような調子になってます。繊細に当たりを取りたい時の L で、 LS っていうモデルは、まあ、グリップの方が短くなってて、ストリートティップ採用されてまして、投げやすくて、その、投げた先でこうか、斜め誘い、斜めで誘うような形で使うような番手になります。で ML の方は、まあ、青物が釣れるエリアなんかでも、まあ、しっかりとバットを使ってリフトで、青物をこうリフトできるようなロッドになっています。こちら、バレーヒルからブルービーフという商品があるんですけども、こちら、鉛タイプとタングステンモデルで、2種類ございます。で鉛の方は 30-40g、タングステンは 30-40-60g っていう展開になってます。で、まあ、タングステンと鉛の使い分けっていうところになるんですけども、まあ、投げてハーフピッチで誘ってくることが多いんですけども、そういった場合には鉛の方が、フォール時間が長くて、しっかりと棚を誘うことができるので、まあ、こっちの方が向いてるっていうことになります。で、まあ、今日なんかは縦の釣り、まあ、船が離れていく方に竿を出してそこから引っ張ってくるっていうような形でしたので、まあ、こちらタングステンの方でしっかりとフォールスピードが保てるようなジグを使っていくのが、セオリーとなっております。ちょっとジグの重さも変えて、次ブルービークの TG の、60g ですね。グリーンゴールド系のグローヘッドに変えてみました。お、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 なんか来てくれましたよ。お、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 おじさん。お、サイズや。あ、竿がやばい曲がりしてる。来ました。来た。向こうも。よいしょ。大門旗でした。はい。僕と一緒、おじさん。それで5種目達成ですかね。そう、5目達成したんでね、はい、しかもいいサイズですよこれ。本当です ね、僕も、お兄さんが上げてる途中に大門旗がかかってきました。やっぱ、まあ、ちょっとベタとこに近いところで反応がありそうですね。お、ヒット。なんか来たけど、そんな大きいあれじゃないな。
大門旗かな。大門ですね。大門旗です。うっかりカサゴやと思います。お、こった。お、よいしょ、いいサイズのサバ。ごまサバですね。ちょっといいサイズっす。お、いい、よっしゃよっしゃ。いいサイズのホウキハタ。ホウキハタでした。40後半ぐらいの。船長がまあちょっとずつ移動してもらいながら、そこをトントン叩いてたらいいサイズ来てくれました。来ました。この時間帯の当たりはちょっと嬉しいですね。レンコです。はい、レンコ台が上がってきました。で、まあ、ちょっと日が昇って当たりが少なくなってたんですけど、まあ、ちょっとイワシボーダーホロっていうカラーに変えてちょっとネチネチやってたら、中層、まあ、中層とまではいかないですけど、まあ、20m ぐらい上げたところでゴンってきました。すごい気持ちいい当たりでした。はい、港に戻ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最終、12魚種まで達成することができまして、かなりの豊富な魚種が釣ることができましたね。そうですね、はい、ホウキハタもすごく珍しい魚ですからね、まあ、いろんな魚種を狙えるっていうのがスーパーライトジグの魅力だと私は思います。はい、この放送終了後から、まあ、本格的にスーパーライトジギングのシーズン始まりますので、バレーヒルのブルービーク TG だったり、まあ、ブルービスタだったりを使って他魚種を目指して釣っていただきたいと思います。それでは本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる。世界はつながっていること。地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。